私が殺したんだわ。多分。悪夢は唐突に何の前触れもなく訪れたのです。彼女は殺人容疑で指名手配されている。この広い世界の中で一人ぼっち。私はそんなことを言うような奴じゃなかったの。殺したのはお前なのか。耳元でささやくの。お前を知ってる奴なんかいない。狂ってんのはあいつの方。一体何があったっていうのよ。たとえどんなことがあっても君のことを信じている。私は私の意志で動いているわけではない。とても人のなせる技とは思えない。彼らの叫び声が聞こえませんか。お前を見ている奴なんかいない。そこにはあの時と同じ筆跡でこう書かれていた。お前を気にしてる奴なんかいない。この技術が金にならないわけがない。誰にも誰にも誰にも。これでやっと私は彼女のところに行けるんだ。おかえり。この世界にたった一人だけ感染している人間がいること。それでもお前はあの子をここまで連れてきた。あの子を見つけ出すことの方が先なの。私を殺しに来たんだ。銃を持ってる。子供が殺されたのです。違う、消えたんだよ。あの子はどこに。もうこの世には存在しない。僕はここにいる。ここにいる。私たちの家はこの町にあるわけじゃないんだ。あの男がやってきたのです。俺を見殺しにしないでくれ。その思いに応えることはできない。何が起こっても知らないからね。本当の救済はその後に。探したんだぞ。今までどこに行ってたんだ。さあ、行こう。なんだ、何か言いたいことでも？
今日お前は何も見なかった。わかるな？小次郎、やっと出てくれたか。何度もかけたんだぞ。どうして出なかったんだ？くだらないこと？じゃあくだらなくないことだったらどうするんだ？今は昔じゃない。今の小次郎は文字通り携帯を携帯してるじゃないか。携帯を携帯している以上は携帯に出る義務がある。なくなって何か困ることでもあるのか？私に知られたくないことでもしていると？小次郎、聞いてるのか？ああ、実はな、人を探しているんだが。でもお前の仕事でもある。いついくらだ？そうか、奇遇だな。こっちにもゼロが5つの仕事が急に入ってな。手伝ってくれたら半分やってもいいんだが。まあそう言わずに。こんなおいしい仕事めったにあるもんじゃないだろ。小次郎にもお裾分けしてやろうと思って。ドルだ、 US ドル。とりあえず見るだけ見てくれよ。今マルヒの画像送ったから。くそ、うん、
近くにいるはずだ。探せ。おい、見つけたぞ。こっちだ。ここだ。この中に逃げ込んだ。ダメだ、鍵がかかってる。バカ野郎、鍵ぐらい壊せばいいだろうが。ちょっと痛い、強く引っ張らないでよ。腕が取れる。変態親父。親父の方に反応するんだ。変態じゃなくて。いたぞ、あそこだ。ねえ、打ち返さないの？
操縦できるの？別にそういうわけじゃ。探偵なんだ。もう辞めちゃったの？これからどうするの？ちきしょう、どこ行きやがった？探せ、まだ近くにいるはずだ。ねえ、名前教えてほしいんだけど。うん、違うの。私が知りたいのは私の名前。
大丈夫だと思います。あの、この子ミニチュアシュナウザーですよね。違いました？そうですか。でも多分そうだと思いますよ。顔立ちや毛並みがそっくりですから。うちにも一匹いるんですよ、ミニチュアシュナウザーが。ミニチュアシュナウザーはとても賢い犬です。可愛がってあげてくださいね。はい、それじゃあこの子を返しします。では私はこれで。何でしょう？いえ、違いますけど。見られちゃいました？実はちょっと確認したいことがあったので警察の方に頼んで入れてもらったんですよ。もしかしたら私のクルーザーかもしれないと思って。私以前クルーザーを所有していたのですが盗まれてしまったんですよ。それで確かめに。でもどうしてそんなことお尋ねになるんですか？ただ？なるほど、わかりました。とにかく事故現場のことが知りたいんですね。じゃあちょっとだけお話ししましょう。さっき警察の方から聞いたんですけど、あのボートに乗ってた男の子亡くなったそうですよ。戦争に猿ぐつわをされた男の子が閉じ込められてたみたいなんです。死因はもちろん焼死。生きながらにして焼き殺すなんてむごいことしますよね、犯人も。ごめんなさい、今言ったことは全部嘘です。体
釜をかけてみただけですよ。あのボートには男の子なんていませんでした。乗ってたのは2体のマネキン人形だけです。怒らないでくださいね。なんとなくあなたの態度が不自然に見えたので。私そういうのに敏感なんです、意外と。だから確かめてみようと思って。大丈夫ですよ、安心してください。私誰にも言ったりしませんから。警察の方も多分真剣には捜査なんてしないんじゃないでしょうか。犠牲者もいないことですし、そもそも調べようと思ったってあのありさまでは。あそこまで徹底的に焼き尽くされてしまったら手がかりなんて見つけられないと思います。あのもしよろしければお名前教えていただけませんか。通報するかもしれないからですか。そうですか、残念だな。別にそういう意味で聞こうと思ったわけじゃないんですけどね。それじゃあ私はこれで失礼します。Oh.